はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。先月ね、23日以来の愛宕神社です。で、11月にね、あと1回お祭りがありますので、それに向けてね、愛宕神社の境内を、まあ、一応草がね、たくさん生えないように、あと2ヶ月ですか、管理したいと思います。で、今ね、除草剤の散布が終わりました。で、23日にはね、この緑色の草がね、さほど目立たなかったんですが、10日経ちまして、結構ね、目立ってきましたのでね、除草剤を軽く散布しました。で、この境内のね、今二の鳥居に向かってるんですが、二の鳥居の左側ですね、この辺の草も23日には短かったんですけどね、かなり長くなってしまいましたので、今除草剤を散布しました。で、4日あたりからかな、9月4日あたりからちょっと天気崩れてね、雨が降るそうなので、この辺のね、草、茶色くなってる草もね、ちょっと焼けるかなと。ただこの奥がね、廃材が積んでありますので、そこに火が入っちゃうとまずいんで、雨上がりかね、まあ雨降る前がね一番いいんですけどね、雨上がりか雨降る前にね、ちょっと焼ければなと思っております。この辺もね、草もね、ちょっと長くなってきましたんで、これも徐々に枯らしながらね、量を少なくしていきたいと思います。はい、そういうことでね、11月までまたもうちょっとあるんですけどね、愛宕神社の境内の管理ですね。はい、よろしくお付き合いください。以上です。